テストをここから連続します。16時間半で来たかな、しんどいね。ではできます。じゃあは皆さんおはようございます、こんにちは、ボフェです。今日はもう早速テストということで1本目受けていきます。行ってきます。よいしょ、終わりました。今1月2日なんですけど、流行病学のテストが終わったばかりになります。中国の大学は9月スタートなので、1月の初めがちょうど3年生の前期が終わるタイミングになります。なので年末年始返上で勉強してるわけなんですが、今日の流行病学のテストが終わって、その2日後ですね、1月4日に解剖学で、8日に薬理学、そして10日に心理学、そして11日に病理学ということで、テストをここから連続します。ひとまず流行病学のテストが終わったので、4日の解剖学のテストに向けて頑張りたいなって思ってるところなんですが、その様子を記憶していきたいと思います。ちなみに解剖学は本来2年生の前期にあったんですが、コロナ禍でですね、ちょうど渡航できなくて解剖実習が受けられないということで、3年生の前期に補講として土曜日、毎週土曜日補講で受けてました。なのでこの1月4日のテストは本来3年生で受けるはずのないプラス1科目されてるってことで、結構大変でして、まあ今からテスト終わったばっかなんですけど、数学後の試験に向けてガンガン詰め込んでアウトプットして定着させていきたいと思います。昼ご飯食べてなかったので、今からおすすめの食堂に行っていきたいと思います。トマトのラーメンです。いただきます。对呀，还有这拍拍 vlog 吗？拍 vlog 的呀。哦，完之后我就北京大学学生了。拜拜，拜拜，直播加油，加油加油，一起加油。ごちそうさまでした。帰って勉強します。ちょっと眠気を覚ますためにカフェに移動して勉強したいと思います。それでは行ってきます。到着しました。長時間 Vlog とかカフェ Vlog の中でも紹介している24時間のカフェです。我要热拿铁。热拿铁。好，谢谢。好好的。静かな席があったので、そっちに移動します。帰ります。お疲れ様。疲れた。ちょっとだいぶ内容も多いですし、他に病理学とか薬理学も勉強してた中での解剖なので、まあ、2年生の歩行っていうところでね、ちょっとだいぶしんどいので、明日一日はかなりハードにやらなきゃいけないかなって思ってます。ひとまず安全運転で帰ります。また後で。帰ってきました。シャワーを浴びて、髪を乾かしてきたので、カフェの引き続きで勉強していきたいと思います。眠くなるまでやっていきます。眠くなったら早めに寝て、明日朝早く起きて、そこからかなり強度を上げて勉強していきたいなと思います。明後日の午後1時ですので、そこまでひとまず走り切ります。あ、ちなみにこれ理系 T シャツです。すごく可愛いのでおすすめです。あ、宣伝じゃありません。頑張ります。遅いんでそろそろ寝ます。全体の3分の1ぐらいしか復習はあまりできないんですけど、早めに寝て明日早起きして1日走り抜いて明後日の試験に臨みます。それでは寝ます。おやすみなさい。おはようございます。時刻は7時過ぎ。起きたんで朝ごはん買ってきて目覚ましてから勉強開始します。まだそんな明るくないっすね。
寒すぎる。今日は、適宜カフェインも摂取しながら、一日ずっと勉強していきたいと思います。まずは寮の下のコンビニで、いつも通りの肉まんを買っていきたいと思います。一番再生していただいている動画、肉まんつっておにぎりとサンドイッチ買ってたのに気づいてました。夜食に買っておきます。肉まんと卵を買ってきました。7時半ぐらいからだいたい4時間ぐらいやってました。ちなみにこんな感じで、アトラスっていう解剖学のアプリがあるんですけど、それで各部位を確認しながら問題を解いてました。お腹が空いたので食堂にご飯食べに行ってきます。お昼時は混んでますね。豚バラ肉のラーメンを頼みました。お気に入りメニューです。一人で食べてたらクラスメートとバスタリ会いました。こんにちは。一緒に食べます。あ、明日テスト、とても大変だけどストレスいっぱい。大変だよね、本当に。解剖学、頑張れ。いただきます。いただきます。先行くね。 See you. じゃあよ、カオス頑張れ。お昼から帰ってきました。ちょっと眠くなったらカフェイン摂取して昼寝して、夜まで続けたいと思います。2時間半ほど一気に勉強したので、休憩がてら洗濯物を回しに行きます。洗濯機が置いてあるフロアが各階、偶数階にありまして、こんな感じですね。なんで洗濯物を回すことができます。ちなみにこの各位専用の洗濯機もあって、これはやっぱり医学部って感じですよね。WeChat でもこの QR コードを読み取れば洗濯物を完了です。大体80円ぐらいですね。座ってんのに疲れたのでボードゲームを重ねてスタンディングデスクにしました。お腹すいたので夕飯買いに行ってきます。ダパオ、いわゆるテイクアウトですね。いただきます。終わってお腹がちょっと空いたので夜食を作りに行きました。あの洗濯機の置き場の場所にお湯が出る機会があるので、そちらでカップヌードルを作っていきます。中国のカップラーメンは中にフォークとかが入ってます。結構便利ですよね。いただきます。2時半ぐらいになりました。だいたい朝の7時からずっとやってて、で16時間半ぐらいできたかなって思います。明日午後のテストなので、最悪10時にまでに起きればだいたい1週ぐらい復習できるかなって感じで考えてます。それでは寝ます。お疲れ様でした。おはようございます。9時半起きよ。3時間ぐらいあるんで1周頑張れたらと思います。よし、もうちょいで終わる。よいしょ。1時半からテストでもうすぐなので、テスト会場に向かいたいと思います。冒頭でも説明しましたが、今回、準備してた試験は系統解剖学っていう試験になります。解剖学っていうのは、そのままの通り人体の各部位の名前を学んでいく学問になります。骨とか筋肉とか血管とか神経とかになります。で、今回は系統解剖学っていうところで、各系統ごと神経なら神経、筋肉なら筋肉、骨なら骨、関節なら関節って感じで授業で学んでいって、実習でも学んでいって、総まとめの試験になります。
特に難しいのが病例分析っていう記述問題があって、これがその各患者の症状とかをもとに、解剖学観点からどの部位がこうなっててっていうのを説明していかなきゃいけない問題があって、これがかなり難しくて昨日今日とずっと勉強していました。ちなみにこうやって記述対策で書き殴った A4 の裏紙はこんな感じの量になります。まあ、解剖学の実習は実際にご検体って言って、医学の発展のために、医学生のためにご遺体を寄付してくださった方のご検体の標本を見て勉強していきました。ご検体の人の思いっていうのに触れることによって、やっぱり医学生としてちゃんと学んでいかなきゃいけないなっていうのをつくづく感じてます。よし、まあ復習は朝起きてから一周はできているので臨みたいと思います。それではテスト行ってきます。さあ頑張るぞ。でもこれまだあと1週間あるんだよな、しんどいね。それでは行ってきます。終わった。いやーちょっと自信ないな。まさか目の神経を細かく描かせられることになるとは思ってなかったな。ちょっと当てが予想外れちゃいました。追試になったらもう一回勉強できるドンってことで、それ勉強頑張ります。まだまだあと4日後に薬理、そして10日心理、1週間後には病理学の試験があるので、そこまで走り抜きたいと思います。ちょっと昼飯食ってないんで、昼飯食って病理と薬理並行して勉強して、直前になったら薬理詰め込んでいきたいと思います。その様子の動画はまた別の動画にするので、後半に続くということで、次の動画をお楽しみください。ご視聴いただきありがとうございました。後半へ続く。テスト週間頑張るぞ。料理何章まで？日本と変わらない味、美味しい。